岡山清は日本のバイオリン奏者、東京都中野区生まれ、5歳の頃より音楽教師の父直美にバイオリンの手ほどきを受けた。1961年に東京芸術大学に入学し、打つか達夫、ヘンリー・ホルスト、ビルフリーと半径の各詞にバイオリンの指導を受けた。1968年にはドイツ学術交流会の小学生として、 ハンブルク国立音楽大学に留学し、引き続き半家にバイオリンを学び、エヴァハウプトマンに室内楽を支持1970年には、ベルリンで開催された、メンデルスゾーンコンクールの弦楽師重奏部門で優勝し、ブルッセルで、ハットリヨシコとウジェーヌイザイ、二つのバイオリンのための、ソナタを演奏して、イザイメダルを授与された。1971年に、 ソリスト国家資格試験で最高位を得て、ハンブルク国立音楽大学を卒業し、ボンベイトーベンハレ管弦楽団にコンサートマスターとして入団した。1984年にドイツ政府から功労十字勲章を送られて帰国し、1991年まで読売日本交響楽団のコンサートマスターの任に当たった。1990年に 母校の東京芸術大学の教授となる。1993年には、エレオノーレ弦楽四重相談を結成。2008年には、自分の名前を冠した、弦楽四重相談を結成した。2013年、神戸市室内合奏団の音楽監督に就任。2018年10月1日、東京都中央区にて、脳腫瘍のため死去。去年75。 ありがとうございます。